京都愛道草、今日はですね京都の西陣着物問屋さん坂井義さんからお届けさせていただいております。今回のテーマは秋の七草と着物の柄ということで、今日はそれに欠かせないゲストをお迎えしております。ルシードリエさん難しい、ルシードリエさんフランスから来ていただいてるんですけれども、2人で着物の柄とか秋の七草についてお話ししていきたいと思います。では始めましょう。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ですね、まずルシールさんの、紹介からさせていただきます。関西外大、関西外国語大学の、留学生向けの講師をされていて、講義で日本の文化などを英語で教えていらっしゃるということで、それで、その日本の文化の中でも特に、着物と文学ですね、はい、を教えてらっしゃるし、うん、研究もされてる。研究はどのような研究をされてるんですか？私の研究は日本の美人画諸説、和歌と短歌におけるの着物です。例えば谷崎潤一郎、与謝野晶子とか、はい、あと上村松園とかの作品を見て、はいはい、特に着物を見て何の柄とか、はい、と何の袖の形とかを見て、はい、で、はい、あと、まあ、作品のために何のメッセージを伝えているとかを私研究しております。はい、でこのルシールさんの今回ご提案ということで、着物の柄と花というのはすごく密着して、特に着物の柄の中にお花がよく紹介されているというので、まあ、秋の七草についてちょっとお話しさせていただこうと思ってます。秋の七草というのはですね、歴史が古いんですよね。古いんですね。ずっと平安時代から、うん、その前奈良時代、そう奈良時代ですよね。秋の七草ですね、万葉集山の上のオクラが詠んだ歌がありまして、秋の野に咲きたる花をお呼びおり、柿数振れば七草の花、合ってるかな、まあ、秋の野に咲いている草花を指折り数えると7種類もあったということなので、まあその秋の七草どんなものがあって、どういうふうに敷物に紹介されてるのかなっていうので、まず、まあ、秋の七草皆さん7つ言えますでしょうか。1個目、もうよく本当に着物の柄にも出てくるんですけれども、萩ですね、うん、はい、萩が一番人気だと思います。はい、そうですね、うん、やっぱり一番人気で、今の時期よく咲いてますね、うん、京都は特に綺麗になんかふわーっと咲いてて、そうですね、すごくちっちゃな花が、うん、優しい感じ、ね、優しい感じで大きいなんだけど、はい、大きな形なんだけど、ね、もう花と花の茎もなんか、はい、綺麗にはんなりに、はんなり、はんなり京都の言葉ではこうしなやかな感じで咲いてるっていうので、だから多分着物柄にも合うんでしょうね、うん、こうシンボルとしてと、まあ、女性の心も女性の心優しさを表す花みたいですね、はい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 、だから着物に、まあ、女性の着物にちょうど、あ、なるほど、いい柄になりますね、はい。でまあ、そのお題をいただいたので、ちょっと私一人だったんです、ちょっと一緒に行けなくて残念だったんですけど、有名なところ梨の木神社にいっぱい萩が咲いてたので、それをちょっと見に行ったんですけど、本当に満開の時に行って、うん、そうなんです、なんか葉っぱの形が違うんですか、なんか、あ、そう、最近私調べて、はい、萩の種類は大体5種類があるみたいですね。すごいたくさん出ていて、で私メモしたのは2つの種類なんです、はい、葉っぱが丸くしているの萩だったのは山萩と言われる萩なんです、はい、であと葉っぱはもうちょっと細くでピンとで止まってる葉っぱだったら、ちょっと先がとんがった感じ、そう、うん、宮城の萩と言われる宮城の萩なんです
私丸いのが結構イメージ、うん、今日もここね、うん、丸い葉っぱでこの丸い葉っぱの萩っていうのしか、うん、本当知らなかったので、あ、そうなんだそうなんだちょっと違う種類の萩があるんだってまた見たいなと思ったりもしたんですけれども、まあ、あの着物のデザイナーはさすが山萩を目指して借りたみたいなんですね、はいはい、それからまあその次に有名なのが桔梗ですね。桔梗はあの紫のなんかベルフラワーでしたっけ、なんかベルフラワーですね、フランス語で言ったら、はい、クロシェット、またはカンパニュール、あ、カンパニュールは日本でも言いますよね、うん、ちょっと違った花なんですけど、そうですね、桔梗は本当に、まあ、日本らしい佇まいというか、うん、唯一な種類なんですね、はいはい、そうですね、あの桔梗っていうお題もまたいただいたので京都でどこがいいですかってまた教えていただいて、私も行ったことなかったんですけど、ロザンジに行ってきたんですけど、あのここは紫式部が住んでいたと言われているところだそうで、まあその桔梗を見ながら紫式部の住んでいたところに思いを馳せていたんですけれども、ね、うん、なんかこうすっとまっすぐ立つんですよね、こう咲いてる姿が、うん、あのこうそれこそ萩と対照的にこう凛と一本二本こう連なって上向いて咲くっていうので独特の咲き方しますけど、大体お花がメインですよね、うん、あのそのお花の部分が結構桔梗っていうとこうクローズアップされて出てくると思うんですけれども、はい、で、あの咲いた後、はい、桔梗はあの 花びらが結構なんか星の形にして、はいはいはい、で 5弁がありますね、うん、はいはい、これが縁がいいのイメージかな、ご縁がある、ご縁がある、はあ、あ、ね、そういう言葉遊びじゃないけれども、うん、そういう意味合いもあるっていうことですか、へ、うん、そうなん、さすがお詳しい、うん、つぼみも面白いですね、はい、今日のつぼみ、なんかこう風船みたいなね、うん、なんか紙風船を、うん、そこもすごく魅力的ですよね、うん、魅力的です、はい、なんかあの紫っていうのもねちょっと色的にもそのでもね、ずっと平安時代から好まれてます、紫の色はなんか、はい、一流一流、はい、色なんですね、はい、でその後ですね萩桔梗と来て次藤若葉ですね、藤若葉ちょうどいつながり、平安時代の藤若葉、平安時代の藤若葉というのは、まあ、私が香りをちょっとテーマに本を出して京都観光って、そこにもちょっと大原のと原種の藤若葉をあの取材して書かせていただいたんですけど、あの香りがすごいんですよね、うん、で特にね葉っぱを乾燥させるとすごいいい香りがして、それで匂い袋を作ったりとか、うん、そういうのをして、でそれこそその源氏物語とかにも藤若葉の香りで女の人の誰っていうのが分かるみたいな、そういうのがあったりとか、藤若葉っていうのもやっぱり古くから日本人に親しまれたお花、秋の花だと思うんですけど、浅木マダラってねどうしても外せないのが蝶々がいまして、比叡山ぐらいちょっと離れてるんですが西と東で、そこで藤若葉の匂いを察知してスッて飛んでいくんです、その何か面白い話、その浅木マダラと藤若葉の関係っていうのがすごい面白いなって思ってたんですけどね、意味が深くて、意味が深くて、はい、お花が自然から来たものですね、はいはい、でもあと着物につけて、人間につけて、つながって、はいはい、そのつながりをして、もうとても魅力的だと思います。そうですね、日本の文化に藤若葉の香りと花の、うん、あと言葉も、言葉、日本語の言葉、そうですね、すごくなんか、うん、つながりを作ります、はいはい、それやっぱり日本人にも人気のある花だと思いますね、はい、それからナデシコですね、出ました、ナデシコ、大和ナデシコ、はい、あのサッカーの女子サッカー の、うん、あの名前でもあるんですけど、ナデシコジャパン、ナデシコジャパンですねだけどあの大和ナデシコってその日本人の女性のその凛とした感じがナデシコに似てるっていうので、
多分出てきたと思うんですけど、うん、英語でピンクって言ってなんかピンク色してるから、そういう風な名前もついたぐらいで、まあ可憐な可愛い花ですよね。オナデシコは海外でそんなにない。ないです。フランスはどうですか？ウイエという種類がありますけど、ちょっと大きくて、感じがちょっと違います、ね。ヤマトナデシコっぽくない。だからフランスといったら、フランスの文化の中は。バラ、はあ、花が女性の美しさと相当よく言われますね。だから存在感が 私日本に行って、はい、バラとそんなに相当とか表現もないんですけど、ね、はい、なでしこ、はい、そうですね、あの表現はたくさんありますね、はい、日本では面白い、はい、ただ同じ大体同じ感覚なんだけどお花が全然違う、はいはいはい、そうですね、そのこうちょっとつつましやかっていう言葉があると思う、うん、こう自己主張しないけど凛と咲いてるみたいな、その小ささがいいみたいなそんな感じですよね、ナディスコは。でそれから今度、だんだん花から草っぽくなってくるんですけど、オミナエシですね。オミナエシって女郎花って書いてオミナエシなんですけど、何か情報ありますか？あの約束を守るの意味の花なんです。約束を守るっていう花言葉、はい、じゃあお見返しを見たら、うん、約束を守る堅実な人なんだっていう感じですかね。よくあの生け花とかにはよく秋のこうカゴに入ってたり、黄色してる、そうですね、お見返しは、はい、結構明るい、そうですね、はい、そうです、そう、私の生け花に、うん、ちょうどいいなと思います、はいはいはい、オミナエシ、そうですね、黄色の可愛い花ですね、うん、ススキですね、ススキ、あと、はい、クズです、クズ、はい、ススキはもうあの中秋の名月も終わりましたけど、9月の満月、一番日本のお月さんの中で綺麗とされる満月の時にウサギが影みたいに見えるので、ウサギが餅つきしてススキと団子を飾るみたいな、もうワンセット、月、ウサギ、ススキ、団子ね、だからまあでも結構着物の柄にも秋の象徴として使われてますよね。どうですか、フランスとかでススキってあります？パンパスとかミスカンサスとか、うーん、なんかこうもっとふさふさしたのは見たことあるんですけど、同じは、ね、今あるなんだけどね、アジアから輸入してたんだから輸入されてた、うん、もそもそもはあんまりイメージないですね、イメージないんですね、じゃあね、お月さんもね、そうですね、なんで9月のお月さんみたいになる時もありますもんね。なんかもう、ね、日本人って言ったらもうお月さん9月ススキみたいにこう決まっていくんですけど、そういうのがあまり、その季節感っていうのはちょっとフランスでは違うかもしれない。ちょっと違いますね、実は。考えるとフランスの方は太陽の方が好き。太陽のおかげで麦とかちゃんと育てる、ブドウもちゃんと、あ、実りの時ですからね、秋はワインもブドウだし、あ、じゃあで最後にクズ、クズはもう本当にあの土手にどこの土手行っても咲いてるっていうか、一番に見つかりにくそうで見つけやすい、あの、まあ、雑草っぽいなんて草みたいな感じだと思うんですけど、どうですかクズのイメージは。クズのイメージは、私スミエのレッスンで、はい、一つの手本があって、はい、だから描くときはとても楽しかったんです。もう葉っぱが広くて描きやすい、あとは花も結構こうなんか、うん、おしゃれな形にして、本当に私に気に入る花なんですけどね。クズの花ってどうなんですか？クズの花は、はい、まあ、ハギと同じように、はい、あの優しい紫色をしてるんです、はあ、紫色、白いの色もあると思いますが、もう最近あのクズの植物をあちこち見つけたんで、はい、もう葉っぱだけ、はい、花が咲いてない、
なぜかというとわからないですけど、なんか換気が。あ、そうですね。あんまりあの、うん、いっぱいあるけど、土手に花が咲いてるのあんまり見かけないなと思う、うんうん、咲くところは、うん、見つけにくい、うん、なるほど、ね、多分亀岡に行ったら、あの辺に空気もきれいな、うん、そうまあ、靴と、土の質も、うん、変わると思いますか。なるほど、まあ、靴といったらあのゼラチン、植物性ゼラチンっていうので、うん、あと、うん、クズの根はすごく役立つ。あ、そうなんですよ。ゼラチンを使ったり、はい、根湯ですよね。根湯ってあの風邪の時に効くクズの根の根。そうなんですよ。ハーブチーみたいな感じで、はい、そうです、やって飲めますね、はい、よく治る、はい、ちょっと特にお腹が痛くなる時とかね、はいはいはい、あの春の七草って言ったらあのお粥にしたりとか食べるイメージがあるんですけど、うん、あの夏 の, なあの秋の七草、秋の七草っていうのはあの観賞用なんですよね、うん、お花とか草にしても、あのだけどもあの薬用効果に、一つ一つに薬用効果があるっていうのも、うん、あ、分かりましたし、なかなか興味深いものだと思うので、まあ、まだもうちょっと秋が、秋の夜長、秋まだ続きますので、皆さん鑑賞できるあのタイミングがあればぜひあの2種類の萩とか見てください、はい、今日はどうもありがとうございました。じゃあ次はあの着物の柄についてお話したいと思います、はい、京都 Vlog 道草いかがでしたか。チャンネル登録よろしくお願いいたします。Thank you for watching 京都 Vlog 道草。 Please subscribe. See you soon.